こんにちは、ゆるです。えー、今日は3月の、えー、17日です。天気が微妙なんですけど、まあ今は大丈夫なんですけど、なんか昼から雨が降るっぽいので、うん、昼のレッスンはどうなるかなってちょっと心配してるとこです。えーっと、じゃあですね、えー、っと、昨日の、あ、昨日のじゃないわ、えー、っと、今日の朝か、今日の朝6時に、あの、上げたコメントから読んでいきます。えド、ー、ンさんですね、え飛ばね豚は、ただの豚だドンと、えー、俺さんだを、 一番乗りの、あ、一番乗いということで、はい、えー、コメントいただいてあります。とにかくね、あの、まずは、その、付け足すことじゃなくて、うん、そぎ落とすことからっていうことで、えっ、ー、と、そういう感じの動画を、えー、作りました。まあね、聞いたことある方からすると、あの、同じ話かもしれないですけど、大事なことなんで、何回も言ってるよっていうことで、えっ、ー、と、思っていただければと思います。 次ですね、えっと。昨日の夜に挙げた、あの、打ち方を変えて理想の自分を目指す人だけ参考してくださいという動画についてコメントで、H マスさんから、えー、他人とのラリーでは、ショートの次はロングで考えてしまいがち、そしてゆっくりも、ゆっくりも打って、んゆっくりも打ってうちに忘れがち。参考になりましたということで。はい。ゆっくりじゃなかったことい順番としては、ミニラリーから、 ミニラリー対ベースライン。ベースライン対ミニラリー。ミニラリー,サーあ違う違う。サービスライン対サービスラインが最初で、サービスライン対ベースラインが次で、えー、ベースライン対ベースラインがその次でって感じでステップを踏んでいくといいと思います。まずはゆっくりですね。えー、っと、ぜひやっていただければ。えー、テニスはメンタル大臣から、えー、とても参考になります。段階を踏みながら行うことは大事ですよね。えー、自分も大いに賛成です。えー、質問です。 えー、例えば、仲間となり、ゲームをするとき、レッスンを受けているときなど、どうしてもステップを踏みながらできないときがあると思います。はい、そうですね。そのような場合は、どのようにすればいいですか、えー、今までの打ち方をメインに行い、やれることはやる。えー、ミスが続いてもいいので、理想の打ち方をやる。今までの打ち方を行う時間と、理想の打ち方を行う時間を分けてやる。えー、よろしくします。ということで。そうですね。あの、今、まあ、僕の、うん、みんなできるかなと思うのは、今までの打ち方で、 行う時間と理想の打ち方で行う時間を分けてやるのがいいと思っています。まあ、例えばじゃあ、ミニラリーの時は理想に近い動きをしておいて、ロングラリーになったらいつもの打ち方に戻して、その後はもうずっと自分の打ち方でっていうのもいいし、ミニラリーとロングラリーは理想の打ち方にしておいて、ゲーム練習の時は打ち方戻してとか、あの、その割合を変えていけるといいです。で僕の場合最初やったのが、まずはあの手出しで、 理想の打ち方をして、ミニラリーで理想の打ち方をできるようにして、どんぐらいできるようになって、えー、なんすね、友人同士の、まあ、練習試合みたいなのは理想の打ち方でやって、本番の試合でやってって感じで、まあ段階を踏んでいきましたね。実際に本番の試合できるようになったのは、どんぐらいかな。3年ぐらいかかったかな。あの、まあ、リなんですかね。 3年ぐらい変わったって言っても、その、それまでに変えてはいるんですけど、まあ、混ざってる感じで、元々の打ち方と依存の打ち方の、なんか半分みたいな、なんか半々で混ぜてやってた感じがなかったですね。ただ僕みたいなの、試合出てない方は、もう練習がメインだよっていう方はもっと早く、あの、できると思います。僕の前はあの本番の試合で勝たないといけない、全国大会行かないといけないとか、プレッシャーがでかい大会によく出てたんで、その中で打ち方変えないや、ね、やるのは怖いなと思ってたんですけど、 そうですね。全国大会でグリップを変えて打ち方変えてやったのは去年が初めてかなって感じですね。まあそんな感じであの、人によってそのいけるかいけないかっていうのはそのラインが違うので、えー、その人によって割合を増やしていければなと思います。じゃあ次、えっと、ニッシーさんから参考になります。ゆっくり振って形を、えー、覚えるはやろうと思っていましたが、最初はネット前からでいいとは思いませんでした。そうですね。もうネットベタ詰めで。 あの言ったらこのフェンスというか、このフェンスの目の前でやさしく打つ練習も構わないので、最初は近めから、丁寧に、えー。サーブとフォアを変えて理想のフォームを身につけたいので、この方法で頑張ってみますので。はい。まあ、サーブ、フォアも。とにかくね、あの、特に片手のショットって、こう、反射を使って、ピエンとこう、のように振るとか、まあ、釣り竿を振るようにみたいな、<laughs> わかんないですけど、なんかそんな風に言う方もいるので、そうですね、丁寧、丁寧、丁,丁寧に、もうとにかく丁寧にコツコツっていうのを、あの、 忘れないでいければ必ず良くなるんで、えー、ぜひチャレンジしていただければと思います。じゃ次、えと、関口さんから、何事も、えー、手順が大切で、えー、じっくり時間をかけて体に染み込ませていけない、あ、ん染み込ませていかなければいけないということですね。えー、高強度の練習は、えー、やった感を味わえますが、身になったかと言われば勢いでごまかされて、結局遠回りしてる場合が多いですよね、ということで。はい、そうですね。とにかくあの、まあ、もちろんあの、 そろそろいけるかなって言って、高強度の練習に変えてもいいんですけど、うん、変えて、OK になればそのままいいし、変えたけど、ああちょっと微妙かもと思ったらまた、あのー、強度を下げて、やっていくって感じが、理想かな。なんていうかな、その、ゲームとか一応ですよね。その、1の1、1の2、1の3ってこうコツコツやっていって、あのー、一旦ちょっとボス行ってみて、ボス行ったけど、わあダメだ、勝てないって言ったらレベル上げする必要があると思うんで、 あの、まず1、1の1なのに、いきなりボス、ボスに挑んだらもう終了なんで。でも、挑まないとどんぐらいの差があるかわかんないってこと思、ね、う。なんで、まあ、そんな感じで、あの、自分の中でコツコツやっていって、ボスに行ったんだけど、あ、無理だ。行けたらもうその上行けばいいんで。はい、そんな感じで、レベルできればと、あ、レベルアップできればと思います。じゃ次、えっと、ドーンさんから、えっと、俺参上だわ、ドーンってことで。また一番の理だわ、ザクとは違うのでザクとはってことで。はい。 ただですね、あの、今ちょっと一番乗りを目指してる方が、あの、競争相手がいないということ。はい。まあ、ドンさんが圧倒的ナンバーワンということで。ありがとうございます。じゃあ次ですね、えっと、昨日の、えっと、スキラ字についたコメントで、i p t n スコンサルティングさんから、えー、最初からエネルギー最大化を目指す俺と、えー、末端から改善できると考えているヤヒロさんは、今のところ意見が違いますね、ということで。はい。なんで、あの、できれば僕は、あの、やってほしいのは、 えー、IPTS コンサルティングさんに YouTube をしてほしい。YouTube であの、その、言ったら僕と意見が違うってことは面白いと思うんですよね。わかんないですけど、僕と全く同じ意見の人がもう一人いるよりは、僕と真逆の人がいた方が楽しいと思うんで、あの、僕にこうした方がいいんじゃないかっていうよりは、IPTS コンサルティングさんがいいと思ってるのを発信していく方が、あの、近道じゃないかなと思ってます。はい。もう僕はもうこのやり方でお客さんにもやってるんで、 あの僕がこう途中から変えたら逆にお客さんもなんでってなる,なると思うんで、はい。僕はもう変わんないので、あのそんな感じですもっといい方法があると思ったら変わると思うんですけど、今んところはないので、はい。そんな感じです。じゃあ次ですね。えっと、ずしんと思いバックアトップス隅打つ方法っていう動画についてコメントで、えー、てつさんから、えー、ワウリンカも体が、えー、沈んで振りはまっすぐな感じですね。ということで。そうですね。ワウリンカ選手は、あの、ワウリンカ選手はかなり下に落ちる側が多いですよね。 そうすると、あの、前足で急ブレーキをかけて、あの、左膝を落として、加速をさせる打ち方、することがあります。よくありますね。それと体の回転が、あるというか。まあ、あの選手はと特に肩をよく使ってるんで、うん、あの動きはいい動きですよね。あんな風に打てたらなって、僕も、あれ、憧れてます。じゃ次ですね。最後、えっ、ー、と、フォアハンド、えー。効果が高い、逆算練習法っていう動画についてコメントで。 これいつの動画だ ?1 ヶ月半前ぐらい。ゆきちゃんさんから、えー、最近よく視聴させていただいております。はい。あの、ご視聴いただいてあります。とてもわかりやすい説明が素晴らしいです。えー、一つ質問なんですが、フォアのグリップはセミウエストなんかイースタなのですが、それでも打ち方はこ、それでもこの打ち方はできますかということで。まあ、この動画であの説明してるんですけど、その、その後、あのゆきちゃんさんから何回もすいません。ご説明されてましたね。頑張ってみますって書いてるんですけど、はい。 セミウエスタンかイースタンが一番やりやすいですね。ただ僕、正直イースタンが一番いいって感じで。コンチネンタルウエスタンでもできるっちゃできるんだけど、やりやすいかどうかって言ったらやっぱイースタングリップが一番やりやすいんじゃないかなと思います。ただ僕はセミウエスタンでやってた期間が長かったですね。イースタンが怖くてセミウエスタンで収めてたんですけど、今はもうイースタンになれたんで、逆にセミウエスタンとかウエスタンが難しいと感じますね。 まずは、あの、それぞれのやりやすい方法でやってみて、もしそのやりやすい握りなんだけど、あ、これ、難しいなと思ったら、一回握りを変えてみるのはあの、ぜひやってみていただきたいなと思ってます。はい。じゃそんな感じで。えっ、ー、と、コメントはすべて読み終わったので、えー、今日、明日、えー、頑張っていきます。はい。じゃそんな感じで終わります。ありがとうございました。あれ